そこに書いてあります。大春は私も教師を辞めて本当の百姓になったのでございます。これは、ラスチって言ってたんですけど、花巻農学校の教師をしていた宮沢賢治が、大春は、教師を辞めて本当の百姓になった。これはあのラスチ人教会っていうのを作る、ね、その前段になるわけですけども、そしていろいろな審査の中から青い素材のマリア、玉屋が泥の木のひらめきや何かを予期します。これもですね、心、心境を書いてあると。私も盛岡の頃とは随分変わっています。あの頃は透き通る冷たい水晶のような水の流ればかり考えていました。今は縄代や草の生えた席の薄らに持った温かな、たくさんの微生物の楽しく流れる、そんな水に足を、浸したり、水を浸したりして宮口をつるつくろったりすることもできます。だからすごくこう激しく賢治がかなり宗教のことで迫ったりとか、すごいいろんなことから、その当時から、随分自分も変わってきたんだっていうね、そういうふうにこう変化があったんだっていうことを、そういうことで、ね、73通の手紙の最後の手紙を書きました。まあ、が、自分が農業に対しての考え方っていうことを、文章化動画に挟まれてます。春は森内線と影に立って紅葉の霞に行ってゆく夏田をして帰る都の水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 秋は滝の小銭滝は滝頃見たかな。宮沢賢治手帳より雨にも負けず喜ばしく宴に やかに雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、ここはそして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいという、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言う、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにテクノ坊と呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。